土鍋飯、小飯は小さな土鍋で米を炊き、炊き上がる直前に各種の味付けした具を乗せた中国料理。広東省、香港のものが著名であるが、他地域にもある。土鍋を使って一人前ずつの白米を炊き、炊き上がりの直前に下味をつけた具を乗せて蓋をして蒸し、醤油ベースのタレをかけて完成させるご飯料理である。通常、片手持ちの土鍋を用い、具には鶏肉、牛肉、広東式の干し、ソーセージ、カエル、魚、椎茸、ネギなどのほか、オプションで卵を入れることもできる。炊きたてのものが食べられ、具も本来の持ち味を生かすことができるが、米を研いでおいても炊くのに30分ほどかかるのが難点である。このため、香港の茶山町などでは、事前に注文が入ることを見越して、白米を炊いておき、客の注文を受けてから、好みの具を乗せて蒸すことで、時間節約を図っている例もある。なお、日本の中華料理店では、炊飯器で炊いた米飯を土鍋に入れて出すだけの偽物も見られる。広東式老調、小飯器小飯シンガポール式老味カツ系小飯、広東、香港のものよりも醤油ダレを多く用いる例が多い。ありがとうございます。